小坂温泉郷は、岐阜県下路市小坂地域にある三つの温泉の総称である。日だ小阪温泉郷と呼ぶこともある。御嶽山の西側、濁り湖温泉は七合目、湯屋温泉と下島温泉は麓にあり、いずれも渓谷沿いの自然豊かな温泉地である。濁り湖温泉濁り湖温泉は、万座温泉と並ぶ高所の温泉であり、共に通年時下用車でたどり着ける日本最高所の 温泉として知られている。また、温竹山の飛騨川登山口として、登山者にも利用されている。付近は、赤黄山体原生林が取り囲んでいる。日本の温泉法による炭酸泉の定義は、お湯1リットルあたりの炭酸ガス濃度が 250ppm 以上と定められているが、その中でも 1000ppm 以上のものを、高濃度炭酸泉と呼び、 この濃度が高いほど高い効果が見込めると言われている。日高坂温泉郷は日本でも有数の炭酸ガス濃度を誇る炭酸泉がある。炭酸泉で全国的に有名な長江温泉の平均有利炭酸濃度が 777ppm であるのに対し、湯や下島温泉の平均有利炭酸濃度は 1237ppm ある。湯や温泉は 炭酸の岩有量が7 9 0 9ラムの源泉も存在し、日本一の炭酸岩有量を誇る。胃腸に対する効能が高いとして、古くから陰泉としても利用されていた。温泉で炊いた光線場もある。下島温泉は、傷に対する効能が高いとされ、古くは、傷湯の異名を持ち当時場であった。すぐ近くに、温竹位置の鳥居がある。 下島温泉近くにある岩立京都、濁り号温泉へ通じる歌木パノラマラインは紅葉の名所でもあり、いずれも日田、美濃紅葉33線にも選ばれている。1983年3月28日に国民保養温泉地に指定された。ありがとうございます。